浜田隆雄は、日本の元政治家、元香川県直島町長、岡山県立玉野高等学校卒業後、直島町役場に入り、助役、総務課長、経済課長などを歴任。1999年5月1日に、現職の松島敏夫を破り、初当選する。市長在任中に、 豊島参拝の中間処理の受け入れや瀬戸、内国際芸術祭による観光振興を実現。その後、2期と3期は無投票で当選。一度は引退を決意したものの、支持者の続投を望む声を受けて選挙戦に立ち2011年、統一地方選挙にて帰り咲きを目指す松島都夫を936票差で破り、再選される。しかし、 自身の健康問題により2013年11月27日から休職し入院する。当初は1ヶ月間の予定だったが、最終的には4ヶ月間に延長され、翌2014年3月までとなる。これ以上の職務続行は困難と判断し、休職期間明けの同年4月1日に、町議会議長へ辞職願いを提出する。 こうして2014年4月11日付で、1999年の初当選以来およそ15年間務めた、直島町長を辞職した。なお、町長給休職中に、職務代行を務めた、浜中光副町長も、町長の辞職を受けて4月18日付で、副町長を辞職。翌5月13日告示の町長選に出馬し、 他に立候補者が現れなかったため無投票で町長に当選した。2014年10月14日正居。直島町名誉町民。ありがとうございます。